はい、おはようございます。どこどこだ、場所が分かんねえな。とりあえずカードを押さえよう。トレーナーあと1、今まだ空いてるけどこれ厳しいかも。うん、無理だわ、埋まっちゃったわ。そんなことあるんや。おはようございます。おはようございます。朝からですね、思い通りに物事はいかないもので、なるほど、本日私たち、仕置き人スマパチ、はい、スマパチ仕置き人のために、ね、はい、デルパラ9、はい、打てると思った、はい、がおそらくまあ映像にも残ってると思うけど、うん、俺が番号ダメだったので、まあ、ダメって言ってもみたいなとこあったけどね、うん、みんな突撃してきた、突撃してきましたね、うん、やっぱ俺本当にお弁当とかじゃなくて、うん、今回の仕置きに俺ずっと言ってんじゃん、ずっと言ってる、あのね、マジでね、あなたがこんだけ言うと気持ち悪いのよ正直。でちなみに俺絶対にこれはいいって言ったら外してないから、ね、うん、で俺が外すときってのは俺は好きだけどって言うと大体外すのよ。覚えがあるわ、あの南国物語とか。そうだけど仕置きは打てば分かる、分かる。俺ねまだ触ってないんですよ。あ、そう、完全に完全に初打ちだし、スペックもよく知らんのよ、うん、俺はだからショールームの収録をやってるんですよ。なので今日は成績さっき取れなかったから、そうなんだよね、しばらく解説します。わかりました。じゃあ指南役として、はい、僕はね、稼働代が確保できたので、はい、じゃあその横で説明聞きながら、はい、まあ、スペックも言えるし、うん、演出も言えるし、うん、気持ちいいポイントとかも全部言います。なるほど、はい、でもなんかね、そう、信頼取れないっていうのは初めてのことだからね。そうかな、あ、そうだね、多分ね、あんまりなかなかないことなので、はい、まあ、それだけやっぱり世間の期待が高いってことだと思うんで、触れば分かるし、ね、じゃあもうちょっと楽しみにいきたいと思います。行きましょう。じゃあ台の方行ってみよう。おはようございます。おはようございます。というわけで台確保できたのが僕だけなのでですね、今テツさん横にフレンドチェアで座ってもらってますけども、ね、初めてワイプのみの出演ねということで、初めて私この筐体を目にしましたけれども、かっけえな。そうですよ、これ説明すること凄まじく多いから、ある意味俺取れなくてよかったかも最初は。なるほどね、うん、すげえ多いの。順番に行こうか。順番に行きましょうか。じゃあまずはスペックの前にですね、はい、新しい強楽のこのスマパチ用の筐体ですね、はい、はい、無事ですねお仏壇を卒業いたしました。なんかやっぱ見た目って大事やな。サンドにちゃんとすぐこれをやらなくても金が入るこれをね、データが見える見えるの全部スッキリした。スッキリした。いやー、シンプルっていいね。そして音が結構バリバリ昔言ってたんだけど、うん、ここに一応気持ちのいいレベルのウーファーついてるので、スーパーウーファーって感じ。音的にもめちゃくちゃ進化して打てばわかる。なるほど。で一番、そして一番得意するべき点はそのハンドル。ハンドルね、これ、はい、これまあ打つのかな、はい、うまい、はい、これね、クソ楽、やりゃわかる。もう初めてだからね。でもすごい軽いね。そうで真ん中穴開いてんじゃん、うん、当然エアー来ちゃう。エアあります、はいはいはい、で今回はエアのヤバいやつ、エアブローってのが。ブロー前ポッポッポだったっけ。そうね、エアバイブ、これがねブローって吹く。ブローはもうブローだ。ブローするで、じゃあ金入れてみて、はい、スマパチだからまずはじゃあ、押しましょう。貸し出し押しましょう。貸し出し押しましょう。で、あ、ごめん、カスタム。カスタム、そう、カスタムあるんでしょ。ね、どれだ、これか、これや、はいはいはい、はい、これ、はい、ね、これ何、これ発射手応えし意味わかんないじゃん。意味わかんない発射。これスマパチなんだけど、これ中で弾が循環してるじゃん、うん、でバネの感触がマジないのよ。あー、パンパンパンって今まであったやつがない。そうだから、バネの感触が欲しかったらここの部分で疑似的にちょっとパンパンやってくれる、うん、あ、そういう機能がついてんだ。うん、パチンコ打ってる感が欲しかったら発射手応え入れとくのはあり。なるほど、ちょっと入れてみようか。そうだね。あとは通常時はね、モードやりましょう。モード、うん、あ、これさ、ここでさ、これだ、必殺シンプルモード、必殺シンプルモード、メリハリ圧モード、いろいろあるんだけど、真剣メーターモード、これが真剣メーターモードっていうのはいわゆる先バレ。なるほど。入賞した瞬間にバチコーイって左に剣が出てきます、うん、で剣がタイマーになってて、はい、到落の瞬間に刺さるようになってる。はあ、じゃあ剣が長ければ長いほどチャンスだった。イエス。これがちょっと今回新しいから、これやってみよう。これやりますか。はい、真剣メーター、はい、じゃあこれで、真剣メーターボードの通常時カスタマイズ伸びてる。じゃあ発射の疑似バイブをつけてる、ね、疑似バイブだけつけて、はい、ちょっとドキドキするんだ。やってみましょう。とりあえず、はい、じゃあ今回の主要件にですね、
スマパチということもあって、はい、分母重くなりました。一応表面上のスペックは、うん、349.9 分の1です、通常時、はい、で ST 突入率は、約 74%、 ここ注意ね、 74%、 トータル 74% 突入っていうことになってます、うん、でラッシュ入ったら継続率がトータル 84% 継続、強いな、あ全部トータルね、そう、はい、で、まあ、右のあたりは1000 or 2000、あ、はいはい、これが表面上のスペックね、うん、よく覚えてて、はい、ただ実のスペックはちょっと違って、うん、中身がどうなってるかって話をすると、うん、まず突入率が3個あります。まあ、円グラフ出ると思うけど、うん、まず 1% の全回転とかでいくプレミア、うん、はい、こいつが初回10ラウンド、はい、でプラス、もう 1,2 個つくから、うん、2000後は3000かな、あ初回から、まあ、プレミアあたりみたいなスタート、そうですそうです、で当然ラッシュも確定、そうです、でトータルの 56% が4ラウンドプラスラッシュです ST、 56%、はい、56%で、まあ、残った 43% っていうのが、うん、時短100、あでもダメでも時短はもらえるのね、時短もらえます、はいはいはい、で、右のあたりの振り分け、はい、51% で2000、あ半分2000取れるんだ、そうです 49% で1000、まあほぼほぼ半々、はいはいはい、1000は2000で、だから平均は1500よ、あそういうことか、メリハリがあるから、はいはいはい、おでなんでこれでやってるかっていうと、うん、右が時短というかあのフズです、あそのタイプなんだね、だからその要はレールガンとかフズでぐる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 回しながら突入を開ける権利を取ります、なるほど、で1000の方は1回開くから1000、あで、2の方は C チタンに入るから、うんうんうん、結局2回できて2000になりますってこと、はい、だからちょっとぶっ放してないと怖いかもね、あ打ちっぱなししとかないと、打ちっぱなししとかないと怖さがあるってことね、間に V 入手を挟むから、はいはいはい、です、で、なんといってもスマパチ C タイムね、 C タイム、はい、ぶっちゃけ右のラッシュの後につくのはみんな知ってんじゃん、うんうんうん、あの左の時短の後にもつきます、あえ時短の後にもラッシュ突入のチャレンジができます、あるんだ、時短100の後につく、いい、ね、だから初回の突入がトータルで74%ちょっと高めにあるんだ、あってことは100以内に刺してもいいし、そう100で刺せなくても、最後 C タイムで5分の1ぐらい、そう時短の最後に大チャンスが待ってた5分1、だからまあ俺はその C タイムってでロング ST にすごい向いてると思ってて、うんうんうん、結局さみんなロング ST とかさ開始時って 80% あるね、そうね、ST はそうよ、振り分けもそうだ、振り分けと違ってね、そうでも19って言った時点でさもう無理だね、80分の1とか無理だよ、それが終わった後に泣きの1回はい一発5分の1ってでかいじゃん、うん、でかいでかいね、でかいだって5分の1でしょ、そう80分の1は無理かもしれないけど5分の1だって経験するもんね、それがちょっとこいつのまあ打ってて俺はすごい良かったところ、なるほど、で、今やってるその真剣メーター、うん、まあ当然大体世の中の標準に合わせてあるので、はいはいはい、バコーンって言った時点で4割弱、うん、4割ぐらい、うん、4割弱あります、じゃあまあまあそこそこ来るのかな、来ます、だから長尺選ばれた時とかに出る、うん、おとつや、あ、おとつね、おとつが来れば、まあラッシュ角です、あ、おとつもラッシュ角なんで、はい、で、一応聞いた話だと、その、うん、要は叫ばれの占有率気になるやん、あーそうね、あのリゼロとかはほぼほぼやけど、リゼロは 95% ぐらいだよね、90何パーあるからね、それよりは若干占有減らしてるとは言ってた、うん、あじゃあ、なくてもチャンスはあるって、ね、なしなくてもワンチャンある、でも大抵バレる、大抵バレる、大抵邪気に行くって、うんうんうん、では言ってんだね、あこうやって見たら、そして画面見てくださいよ、はい、でかい気象ですよ、でかいね、ほんとでかいよ、そして10日ですよ、この手前のやつ綺麗だね、これなんかさっき触ってたらデモ画面一応動いたのよ、昔はこれガチの剣だったよ、そうね、これ今回は東海液晶剣になってます、うんうんうん、でもなんかおしゃれじゃない、おしゃれ、うん、でも俺は言ったね、俺その協力で仕事した時に、うん、後ろに開発が5人ぐらいいたの、はいはいはい、振り向いて言ったよ、君たちは、うん、三世に喧嘩売るのが本当に好きだねってね、ありましたからね、だってデカ液晶だしさ、デカ液晶、2枚液晶で、2枚液晶なんてさ完全にかぶされてきてんじゃん、そうそうだよね、俺はだから俺言ったのよ、はいはいはい、その開発に、うん、俺忘れてねえかんなって、前の仕置き人が俺の大好きな冴島を殺したことはって、間違いないで、うん、でもその時全員立ち上がった、ひな壇芸人みたいに立ち上がった、いや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 って、僕らガロ大好きですからってリスペクトだな、本当かよって、本当かよって言ったけど、あの本当みたいよ、ああそうだ、悪気はねえって、なんかさ、その手前にプレイヤーのインターフェース出してっていう今のこの使い方も近未来よね、やっぱおしゃれでしょ、おしゃれ、そう、あのすごく
なんかほらスマパチってイメージ的にやっぱみんな未来のパチンコ、未来のパチンコみたいな。あ、そうだね。だからちょっと未来感あるよ。うん。え、一台空いてる？もう空いてんの？空いてんの？早いよ。嘘。まだ1時間経ってないの、うん、もしかしてお小遣いで5000円握りしめてうちに来たのかな。あ、空いてるわ。マジで。うん、スマパチだから物を置いておけないからね。分かんないからね、怖いよね。スマパチちょっと怖いんだよね。まあでもあこれ空いてますかね。 あ、大丈夫ですか。すいません、ありがとうございます。じゃあ演出の説明ちょっとしますね。そっちの画面で、うん、基本的には3大演出ございます、はい。まあ、1個はゾーンですね、うん、涙、あとは問答無用クラッシュってのがあります、はいはいはい。まあ、見れば分かる、見れば分かる。で、生首飛んでくるやつ、前あったじゃん、3人集結のやつ。あ、はいはいはい、あれが強い。なるほど。あ、じゃあやっぱり前作打ってる人は熱い演出、まあ、分かりやすい、分かりやすい、はいはい。生首って言ったら怒られるから。怒られるやったー、取れた、大おめでとうございます。ありがとう。思ったよりも一応洋介さんと同じ設定でやります。でも割とやっぱりそのガセ発展とかって昨今の台よりも抑えられてるわけでしょ多分ね。そうだね、基本は静かですよ、うん、じゃないと多分349成立しねえから。そう、前作の使用機に結構騒がしかったからね、まあ、当時そういう時代だったからあれだけど、まだ今みたいに叫ばれカスタムとか、うん、おーかー早っ、すげえ音した。え、ポロさん、ポロさん、これ叫ばれ、あ、映ってるバスか。あ、全然。で、これがタイマーになっててここまで来ると来たら当落です。あれ俺当たるんじゃないか。俺そんなことある。いやでも俺今のエンペラータイムなめんなすじゃん。いやエンペラータイムがエンペラすぎんだよ。で今回ですね、疑似連がないんですよ。あ、ないのね。そう、疑似連の代わりに剣がブターンっていってきて、その一発みたいながあります。画面ぶった切るかぶった切らないかで言えば疑似連が最終形みたいな。これ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 、まあこれ来てる時点で切れるんだけどね。これズーンっての、まあ、今のが技術さんぐらい熱い。おお、紫放流。すげえ音だけ耳からするけど先に俺に見せは来た。この辺のフローは同じですね。泣いて、はい、で鉄です。はい、ゴリゴリってやる鉄です。あ、これまだ坂ですけどね。まだ坂あるよ、まだ坂あるよ。全然はい、出陣します。いやはい、テスト当てます。はい、京都、はい、当たる。え、ただ激強パートが出てないからちょっときついかもしれないね。あ、なんかそういう決め手になるようなチャンスやっぱ出てない。そう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 、まあ全員集合とかで取らせてもらえてないし。さあ、もうそろそろ来るよ、トラク。これあったらすげえ楽だよ。当てちゃってください。そんなに甘くなかった。静かーに。すまねえ、返しからの音が。すまねえ。まあでもやっぱちょっと分母が重たいから、うん、今日はちょっと殴り合いになるのは覚悟した方がいいかな。まあそうだね、うん、まあマックスとは言わんけど349の半分なわけでね、基本は。当てた後は楽しいよ。いや、そこよね、問題は。で、このハンドルの楽さ、うん、ハンドル楽だわ。右打ち中極まります。これちなみに右はさ、ぶっ放しであんまり損しない感じだもん。全然大丈夫です。 OK です。ぶっ放しで OK です。右の一番下に始まるって見えるかな、これ、うん、あるね。これがこいつが普通のやつだから、はいはいはい、開始1で、もうぶっ放しで全部入ります、ここにバーって。まあこぼすかあるっちゃあるけど気にしなくていい。まあそんなめっちゃこぼれる感じじゃないよね、うん、
しかしあれだな、ワープないって結構違和感な。あ、確かにワープないね。ワープとステージがないんだよね、この台。あ、肘を置き出すとダオイ楽だな、これ。ゲーミングチェアみたいになる、ね、うん、わかる。あと社長椅子みたいになる。なる。ジジイにはこれが楽だ。お、来た。お、来た。剣、これどうなの、どうなの、どんぐらいだこれ。長い、ね、長いかどうかわかんないんだけどね。俺の手を大幅に開いてくらいだな、これ。全然わかんねえ。手を大幅に開いてくらい。あ、それ、まあ、ちょい長かな。こんなぐらいだな。それのどこ、ここぐらい。ジャッジメント、あ、始まった。これだ。面白くなってきた。結構長めに見えるけど、俺結構長いと思ったら長いよ。あ、そうなんだ、うん、短いだけ短いから。あ、おお、ボタンが出た。ボタンが出たってなんだそれ。剣が重なって切れりゃいいんでしょ。そう。あ、切った、ズバッて切った。それがゲジさんみたいな感じ。なるほど。今日はかっこいいね。お、俺も蹴れた。お、紫さあ短いな。4点敗。クラ、クラッシュ、光ってトラ。同時に当てようぜ。当てたいね。ただ今のところなんかチャンスっぽいやつない、ないんだよな。ない、うん。俺が地獄に。おお、数人哲也。うん、何何、あっ、出陣赤ホールになった。ああ、クラッシュした。ああ、言ってた、 3人くるくるだった。しかも涙。おー、3人激闘やぞ。あ、激圧状態やぞ。飛んできた、激闘、飛んできた、飛んできた。いや、俺もゾーン入ったし、赤ホールだし。これあんじゃねえの。メーターが今同じぐらいだったら笑うけどね。あと4センチぐらい。いや、俺もあと4センチぐらい。激圧出てますよ、下。あ、しかも同じ電ボされたと同じぐらいだ。でか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 で、クラッシュさせたい。問答無用。これをガッ、引けガッ、嘘。おっしゃ、当たった。いただきました。すみません、3人激アツキョウと外れたんですけど。なんだよ。すみません、私が先いただきました。はい、投資5500円ですね。マジか、あれで外れたらもう強楽信用できんぞ俺。いや、俺は今すごい信用してるよ。ああ、もう強楽と相性悪いんだってな。ここで上がってくれねえと俺は困るぜ。あ、当たると思ったよな今のな。ん、おや、ん、ん、あれ通常っぽい。ダメだぜこれ。最中も発展したよ確か。じゃあこの最中もカッ飛んできた気がする。あー、やっぱこれここになれたらやっぱスマパチ楽だわ、当たると。まあ当たってないからね。残念ながらね。残念ながらね。首飛んできたからもらったと思ったんだけどね。さあ、まあ仮にこれがダメな方だとしても時短100ご税マスト。あー、もうダメな方だね。まあデフォルトしましょう。念仏のやつで私で、でここから時短100で、まあ確率は349のままなのでだいたい今、時短だけの引き戻しは 25% 弱。ただ、この台これが終わった後に C タイム控えてございますので、はい、刺しちゃってくださいよ。そうよ。いや、もう俺はもう時短になってるね。まあまあ、それが一番いいわな。そうよ。おー、やったよ。さあ、ミオバツ来ました。ミオバツはでも前作から割とダメやったからね。そうだね。まさに右不ずってことは確率ちょっと変わってんの、もしかして。
あちょっと変わってるかも。だけど100回転プラス 20% がもらえる。そうです。もうあと5回転で終わりますからね。いやいやいや、ほら死神が出てくればいいんでしょ。あーしょ、終わった。で、へその1回転勝負なのか。そうです。今、小時短が終わってしまいます。板がへそにポコン入れます。入れた瞬間に捨てちゃいしたら、はい終わり、さよなら。で、死神さん出てきたら 40% です、信頼度。え、もう終わっちゃったの。あ、終わりましたね、時短は。はい、爆速でした。いきますよ。よいしょ。いや、俺これいけると思うね。まあ、その死に演出を作ることで信頼度上げてきてるから、まあ、やり方としてはそこまでたどり着けば4割だよ。さあ、参戦突破いきましょう。私あの一発告知もできるんだけど、これ心臓に悪すぎる。参戦突破はまあ本当に邪気です。はい、パーセントは変わったりもします。70、90とかね。あ、変わるんや。変わります。70、70、90。じゃあ2000突破で激アツか。そうで、これ突破するだけでラッシュですから。いや、強いだそれ。はい、もうすげえ見たいんだけど遠いんだよな。何もわかんねえんだよ画面が。ええ、初戦敗退もしかして。終了って聞こえた。初戦 70% が失敗したらしい。はい、ガビン、すいません。普通に終わりました。てかでもほんとさ、ここ何度も共演じゃん、うん、もう喋ることないよね。ない。さすがにもうちょっとスパンが開かないと無理よ。ないよね、うん、俺と哲さんで言えば、はい、キッキングマンとかもやったしさ。やったね、うん、強楽でね、うん、未だに立ちはだかるこの強楽への苦手意識は何なんだろうな俺の。あれ、陽介さん太郎勝ったっけ。太郎ウルトラのハハマーの時、ポポポポのやつだよな。そう、 あれ負けてると思うよ。負けたのか、うん、俺がすごいまくったのか、あれ。そうそうそう。あれ、じゃあゼロ2モードは。ゼロ2モードも負けてるよ。だから俺対強楽戦は最初のウルトラセブン2以外全部負けるんだ。最初のセブン2だけ午前中でなんか2万5000発ぐらい出たけど、うん、いや早く4つでラッシュ入れてほしいな。右はやらないと帰れないわな。そりゃそうよ。そう、俺の隣空いたけど来る、どうする。ああ、そういう手もあるで、うん、並んで打つという手もありますで、ね。まあ、並んでた方が分かりやすいよね。まあ、空いてる画面が見えるからね。そうなんだよな。今はなんかあの、おおおおって言っても何が起きてるか分かんないし。じゃあちょっと今この上皿ないけど、空いてるよね。空いてる空いてる、うん、使い切ったらそっち行くわ。了解です。じゃあですね、鉄さんの隣の台が空いたということだったので移動してまいりました。隣になります、いた、はい、これで、ね、横で何かあっても分かるから。そう、相手の画面が見えるからどのぐらいの長さかは目視で分かる。そういうことよ、うん。4枚目ですね。早っ。早いですね。バカ早っ。バカ早いよ本当。まあでも俺も3枚目かこれ。私は4枚目です。5枚目。何も起きなかった。6枚目。5枚目が何も起きなかったので6枚目突入ですよ。わあ、びっくりした。おお、びっくりした。すげえ投げ、すげえ投げ、結構長いよ。あー、びっくりした。これまあまあ長い。まあまあ長い。まあ長い。まあまあ長い。あー、俺最初そんぐらいだった。最初それだった。それで3人京都で。京都まで行けるかもな。あ、映り込みすぎて怒られちゃった、うん、最後お願いします。まずはね、はい、4回。そっか、剣が刺さると まずぶったげろ。はい、まずはぶったげると。どうしよう。問題はこっからよ。さっきはそれで僕は3人最強リーチ行ったんで決めちゃってほしいな。まずいとしよう。あ、いいよいいよ。あ、紫止まりか。風出てない、出てない。実は来たー。パララララ、パパパパラパラパー。クラッシュです。クラッシュね、はい、そう。さっきそれもあった気がするけど絶対通るのかな。
まあ行くとしたらここで行くよね、うん、この後でプッシュかな。でボタンを押して3人飛んでくるやつで、明らかに投げば、あモードだぽい、あやっぱそうそうそう、完璧な流れ今のところ。さあ頼んますよ、これは当てんといかんな、当てんといかんよ、うん、時間的にもそろそろ当ててほしい。今だって3台のうちに2個出てるもんね。そうやっぱ長いと全然違うね、全然違う全然違う、もう本当に盛りっぷりが違う。いくよ、はい、素晴らしい、任せて任せて、ラッシュ取っちゃうよ、お願いします。ほら言ったっしょ、今俺いくらやれた、おジャスト、ジャストジャスト4万5万もう分からなくなってくる、俺いくら入った、いやもうサクッと引き戻して4万入った、4万入ったね、これで満発超えて逆転ですよ。これ今キスいくなかったからね、シーンシーンシーン、あれ偶数偶数、あれ通信ボーダー、まあまだ分かんないから、まだ分かんない、まあまあだからまだ分かんない、そう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 ね、いやもうあれ C タイプもございますし、これ右取る流れだと思ったんだよな俺、こういう時にねキャ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 ってなるのよ、あそれはいいな、しびれるな、あ思い出した、俺ショールームでやった気がするわ、この最初になった気がする、4ラウンドしかないからね、うん、あならないねならないな、うん、あれまた時短、ちなみに僕はさっき多分全く同じ流れで外れたと思う、俺めちゃめちゃ誰選ぶの、いや俺はもうあのねエアブローでいく、エアブローでいく、うん、エアブローでいく、エアブロー待ちで、エアブロー待ち、ブワー吹くぜ、まあ、吹いても見てる側には伝わんないけど吹いたーって言うから玉のドラマーが月に着いたぐらいの感じで着いたー着いたーって言うからほら、ほら来た、どうよ、まあ、春よね、風が吹いてる即当たり経過、いや、ああ、ダメか、ああ、いや、でもほらそうですよ、例のやつが、そうですよ、 C タイプがございますから、まずはね障子を開けてもらって完全告知やってみる、まあ、と開いたらね、開いたらね、うん、死神チャンス開けちゃうわよ、お願いします、まずステップ1をクリアしよう、超大事、これこれ超大事だよ、ほいあやだ流れだな、やだ流れだね、ただやっぱあれだね、バレたからといってやっぱ明らかに違うね、うん、やっぱ扱いが、うん、長い時はやっぱり本当に期待していいんだと思うね、うん、あとは進み方の多分強弱つけると思うよ、あそういうのもあるのかな、おそらく減り方のねスピード調整はしてくると思う、だって自由自在じゃん、まあどうにでもできるもんね、うん、もうあれで全部決まるだったらつまらなくなっちゃうから、うんうん、変動車が丸分かりになっちゃうもんね、おー来たー、おー言うてたら長っ長っ言うてたら来たんちゃいますのこれ、長いよね、もう長い、明らかに長い、これ長いよ、すげえ勢いで入ったら最初のやつがこれだって、俺それもなんか京都行く長さよな、長さ、うん、長さ的にはあとはパーツが欲しいね、すげえ音がってきてる、あー4か超級、まずは剣を抜いてほしい、抜きますね、はい、はい、まあ、その流れがまあ王道よ、王道やね、で、合体してバッチなんかこの辺からすげえ風来るで、あウーハーの風だ ねこっちが来てほしいんだけど、ね、からパラパーが欲しいんだよね、あー、ただ、さっき、いや、でも夜だからよ、おっ、キン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 、おいよ、熱い、いいんじゃないですか、まあ、役物が落ちてパラパーが欲しいってことです、この命いくら5両パラパ、うん、あれ まずはほら発展前のやつ、ここで
はぁ、おい、おい、いったね、消えたよ。2人もあるよ。2人もあるのか。ああ、ここで、あ、やっぱそうそう、ああ、いいね。今日2回目っすよ、何人京都。これ当たるよ、頼むぜ。めっちゃドッグドッグしてる。頼む頼む、まず本当もよ、いけ、お願いします。おいっしゃ、気持ちくない。あー、いいねってことは、ま、バイブの感じもいい、ね、あ、そう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 、かっかこって感じ。さあ4が揃いまして、投資525、この台に移ってからは分かんないけど、まあ、トータル658回転ですと、はい、で前任者がタンタンなので、はい、ってことは僕はかけてもいいんじゃないか。そうだよ、シンシンシン、トゥルッ、いけ、おー、いた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 、一番気持ちいいって言ってたやつじゃない、気持ちいいね、これ。さあ取りました、右、ありがとうございます。やっちゃってやっちゃって、通信しましょう、やっと右打ちできるぞ、ありがとうございます。はい、これで、右がもう一回、おさらいですけれども、はい、120つきます。120回で、120回以内に、76.1 分の1、まあ、76分の1、はい、を当てるゲーで、まあ、終わったとしても C タイムがありますと。なるほど。でトータルが 84% ね。 84% です、うん、素晴らしい。怖いからね、怖いから。で、ね、あのね、1000がね2000になるのも気持ちいいよ、バーンって。ああ、なるほど。まあ、やっぱデフォルトでちょっと最初なんで、ね、まずはね、まずはちょっとで打てば分かるけど、結構即当たりとリーチ発展のバランスはまあいい、うん、いい、なるほど、うん。まあ、とりあえず、あれ、ピーフラカスタム切ってる、切ってる、切ってる、うん、今当てて当てて、めっちゃ当てて、さあ、めっちゃ当てていこう、うん。エアパイプを感じるよい準備はできてるよ。 OK、 お、開いた、ロック、ロック、このままボキッていっちゃえばいいでしょ。いいね、あっ、めっちゃかっこいいよ、ね、気持ちくね、気持ちいい、これ、ね、めちゃめちゃ綺麗じゃん。いや、俺だからこれなんだよ、これはいいんだよ。そう、俺カバネルとか褒めてたのもやっぱ気持ちよさじゃない、気持ちいい本人の、あのレインボー感。そう、でこの後に、ぶったければ2000です。なるほど、はい、ちょっと見てようかな、俺ほらぽーん、おー、それちょっと一瞬吹いた、一瞬吹いた、一瞬吹くんで、そう、だから全部の演出が気持ち強い、気持ちいい、あー、めっちゃきた、もうこれ、これすごいね。そうなんだよ、プロすごいね。だから早く打ってほしいっすね、これはたまらんで、これ、ね、見てるだけじゃ分からんの、分からんわ、分からんで、すごい、この細い穴からプシューって取るやん。そう、風の吹き方、音の感じ、光り方、うん、サウンド、これは気持ちいいですね、感触、うんうん、全部全部だね。いや、ちゃんと当たった時に最高潮に気持ちよくさせてくれる感じはある。あ、やっぱ江戸幻いいな、もう。さあさあさあ、どんどん行きましょう。いい流れ来てますよ。で、速攻当たり早い時はまだやからね、ズバッて感じでしょ、パパパーンってくる。お、誰かいればいいでしょ、多分。そう、いたらリーチかな。ああ、いたね、まあまあ、おおお、あっ、切れないかな。この感じよね、やっぱさ、エヴァとかユニコーンとかもあっときに気持ちいいじゃん。うわ、気持ちいい、それ大事なんだよ、やっぱり。ああ、それは本当に、ああ、ポポ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 ポ、ありがとうございます。だから発射かさばみたいになってるシュッ、あー、マジポポポポポしか言わない、かっけー、いいでしょ、いや、いいな、もんと、かっけ、ムチムチの女忍者出てきたよ、ね、もう当たるの分かってるっていいね。そうよ、いいよね。あ、もしかして、そう、聞かせてくれんの、そう、パカーンと、あお、ほら、わかる、わかる、わかる、わかった、わかるでしょ、かくってきたよ、はぁ、わぁ、塩気レインボーも悪くない、
あ、普通だね、これ通常だ、うん、なるほど、線だね。なんか下皿開けなきゃって毎回思っちゃう。あ、エアバイブだった、うん、あ、バイブだった、バイブだった、ポポ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 ポって入賞って、お、黒いよ、黒、赤い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 、わー、わー、脳直でアホな言葉しか出てこない。わー、リキナガとかもうほぼ当たりっしょ多分。わー、ゼブルッタ、ゼブルッタ、いいね、楽しそうだね。いや楽しい、楽しい、うん、やっぱ右やんないとダメだわ。だからその右やんないと分かんねえんだもんね。そうだね、うん、3、4、9に耐えてちゃんと右で連チャンできればこんな気持ちいいことはないね。気持ちいいよこれマジで。やっぱ直感的にって大事なのよ。いやほんと、うん、かっけえなほんまに。あーもう引くままだ。あー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 、人をダメにするな、これは。そうなんだよ、そう。人をダメにする大事なんだよ。やっぱね、やりこーって言ったりとか、よっしゃーとかさ、あ、ま、大事なんだよ。通常かな、これ。切れないね。あ、切れない、あ、来た来た。そこ、あのさ、皆さんには分からないと思うんですけど、切る瞬間にですね、あの、切った時の剣圧と同じようなエアーがここからプシュってくるんですよ。そうなんだよ、このタイミングが完璧なんですよ。そうなんだよ、あなたたちじゃ分からんでしょうね。分からんでしょうけどって。そのうち YouTube も風吹くようになるんじゃないかなって。まあ始まった時点ではやっぱ 80% ぐらいありますからね。そうだね、うん、で終わった後にもワンチャンある。そうでけえ、それがね、ロングエステイと相性抜群なんですね。間違いない、はい、お、お、黒いよ、うん、あっ、あっ、どうなんだこれ、おっ、お、え、おっ、ふと、え、あーあああああ、でかでかファンファレ、うるせねえ、うらららららら、あらららららら、やばいでしょ、やば、ね、この目線外さないよってたでしょ、あのね、気持ちよさが人間工学に基づいてる。そうなんです、そうなんです、本当にデカトランペットもないの。お願いお願い。バーン。右手に全意識集中してる。あー、ないね。ないな。そんなためないね。ないな。ちょっと楽しくなりかけた時に終わるでよくない。本堂妙ゾーン来た。熱い。おおおお、いや紫だ。忙しい。てかすげえ音だってるね。これさすがに確定音だよ。うん、それはそれはそれは当たる。忙しいんだ、忙しいんだ。さあ俺の問答妙ゾーン決まるか。モンドさんです。見よばつ大丈夫かお前。モンドはでも共闘を除けば大チャンスでしょ。モンドは一番強いかな。ズドン。ああ、やらせてくれる、ありがとう。それ当たるよ、これは大丈夫だ、それ当たるよ。危なかったね、96戻せた。いいな、楽しそうだな、楽しい、うん、切れた瞬間とプシュッとこの中指の当たり、ダーン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 、ないの。モード変えたいけど変えたら終わりそうで怖いんだよな。そうだね、ね、あるあるですよ、分かる本当。それはあの、やっぱ流れ気にするよね。気にする気にする、そりゃそうだよ。なんか飛んできたよ飛んできたよ。ああ、失敗を許さないゾーンだ。おお、やべっぺさん。おい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 、死神は失敗を許さないよ。下に死神がいた、スンって。これがあれだね、即当たりのパターンだと。さあでもそろそろ2000くれてもいいんじゃないの。ドゥーン。あ、弱っ弱っ弱いよ、これ逆転してたらまくれてんだもんな。まあ、当たることが大事ですから ST 機はね。そうですね、うん、もちろんラウンドに寄った方がいいけどさ。何がすごいって ST 機って当て続け計画限り無限に終わらないんだ。そうだね、今2の4なんで2000発をちょっと引き分けてる。なんか長くない。ああ、何もない。つば、まあ、なかなか難しいわね。忙しいな。さあこのね、おっ、これ強いやつや。いいね、
とこれさ、またこう角が立つからあんま褒めたくないんだけど、うん、ST 中全面液晶の方に側にしてるじゃん、うん、ことによって何か起きた瞬間に全面でいくのよ、はい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 、わかる、あ、やばい、おお、握った握ったってなった、握っとるやんだって握ってんじゃん、バキって、これは当たるやつやろ、うわー、何が起きてる、あ、はい、やばいでしょ、やばいでしょ、やばいんで、本当にやばいんで、これぶったけて、ぶったけて、ドーン、切れない4連だよ、まあでも江戸幻がやっぱ一番連チャンするのがこれでも証明されたから曲は大事だよね、大事大事、うん、俺はすげえ気にする、じゃあ黒だ、黒だよ、黒だよ、赤よ、お、赤よ、わお、赤だと赤で熱い、わお、トゥーホット、あーでも三日月、でも熱ですからね、強気かな、おてつや、これはさすがに大丈夫でしょ、赤穂です、え、パリーン、え、まあ角ではないからね、まあね、おい、あ、どうした、よくないな、吹いた、ああ、ちょちょ、よくない、流れがよくないな、流れよくない、流れがよくないな、マーケスだね、赤穂流と後期、うん、大丈夫か、まあ、張ると思うよ、まあ、後期飛んだからね、おおおお、さっきこのまま当たったもんね、このままレインボーになるんですよ、セーフの手で、セーフであります、まあ、今のってさ割った瞬間だったね、多分そうだと思うね、自分の手で収録しないと気持ちよくねえな、赤保留外れ、お詫び来ましたって、ダミはまだ継続中です、はい、切ろ、ペケ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 、さすがにそろそろ切りたいよね、何連、4連してんだよ、切れない、弱切れないで、マジで5連4、5連1、5連戦、おい、じゃあ、これでもう2500発消すね、ひっくり返ってたら5000玉増えてるんだもんね、うん、やば、おめでとう、1万発入れた、さあこっちは何も起きずにちょっと追い詰められてるで、あと、あ、あと30切った、30切った、3、2、1、なんだなんだなんだ、けん、いやそれいくだろ、貼った貼った貼ったね、頼むよ、ボタンが、おし、あー復活くれ、あー、ない、まずい、くるくるくる、あ、おっとっとっと、3、2、1、あー、オーマイガー、ちょっと C タイムの前にちょっと待ってっけ、俺のやつ見ようぜ、そうする、うん、あ、ちょっと待って、ごめん、まだあるかな、5、4、やだ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 、くー、大量の決勝を残して、じゃあ、いや、こっちも当てましょう、当てますんで、当てましょう、はい、僕は死神チャンスがこの後あるからね、これじゃないといいね当てていいよ、俺は当たるから大丈夫、見てな、ジャッキン、いや逆転して右角、あーなるほど、ね、結構ね、今のやつ外すと萎えるんで、萎えますね、萎えるんで、さあ、僕は C タイムをかけて、まずは症状を開けないといけないんだね、さっきの2分1引けなかった分、ここで引くってことだよ、そうだね、そこは言ってくれよ、飯食おうか、うん、そうしよっか、うん、さあ、あとは眠気との戦いですよ、俺は一応今日は前回学んだご飯の量は普通盛り唐揚げの味がすごかったから結構濃い味だから、ね、うん、まあ、進んじゃうよね、うん、あれは米水欲しくなるなと思って、ただまあ血糖値は上がるので 100% 眠くなります、しかも最近のパチンコは本当にザキューンってなるまで待ってるだけだから、そうだね、やるか、
マジカルバナナ出たよ。俺ちょっとこの間のあれからどう返すのが正解だったって一回反省したけど、ね、マジカルバナナの何があったかなって反省会。じゃあその反省会を経た陽介さんとやってみる。じゃあ俺から行こうか。はい、行くよ。マジカルバナナ、バナナと言ったら黄色、黄色と言ったら信号機、信号機と言ったら赤、赤と言ったらトマト、トマトと言ったらリーノ、リーノと言ったらヤマサ、ヤマサと言ったらゼッツ、ゼッツと言ったら全面液晶、全面液晶と言ったらネオプラネット、ネオプラネットと言ったら薄いな。ビッグバンとかね。あ、ビッグバンね、なるほどね。ネオプラネットと言ったら確かにな、むずいよね。でもあれは液晶ではないけど、EL なんだから、あ、L ビジョンだから、そうそうそう。じゃあいいよ、分かった。じゃあもう一回行くよ。はいよ。マジカルバナナ、はい、バナナと言ったらこ、はい、はい、こと言ったらこって使えるな。あかんあかん、俺乗ってしまった、うん、いやほら、笑うと眠気覚めるからって。そうそうそう。オーマイガー、なくなった6枚目です。これと並んだかな、報酬は並んだね。僕6枚目の2500円で終わったから7枚目。ブラッシュアップするの大変だよな。ボーカー、おい、久しぶり、イエーイ。真似しなくていい。オッケー、ついもういいだろ、もういいよ、5分の1当てても。ゴー、あげ。私メモ9000たまりましたから飲まれますね。さあ飲まれた、追加や、やばい、投資20万の枠も再びになっちゃうじゃんこれ。じゃあ2人で投資20万いったら万枚確定って書こうぜ。前世で俺と空楽の間に何かあったとしか思えないよ。俺7枚目、7枚目、7枚目か、あ、7枚目、8枚目か。お、刻一刻と万枚突破に近づいておりますな。万枚突破まであと少し。さあ私の10万円目いっちゃったら10倍目、まもなく7時です。最近打った中で俺こんな時間までいるの多分結構久しぶりよ。俺久しぶりだよね。おー、来た、お、鳴ってる。先生、あの衝撃的なこと言っていいですか。はい、エアバイブがいただきました。マジですか。はい、エアバイブいただきました。おめでとうございます。しかも今パラパラいただきましたね。じゃあどうやら万枚はなくなりそうですね。しかもあの中途半端な、そう、あ、でもでもね、それでも当たるってことだからね。そういうことだね。いや今ねマジで来た、めっちゃ金ちゃん。ということは、あー、元無用クラッシュが入ります。ゾーン入るね。あれ、これ短期発進じゃない。短期だね。短期発進、短期だけど問答無用ゾーンだけがいるってやつだけだから。あ、でも問答だからやっぱ強いよ。あー、問答は短期でもいけるんだね。相当強い。前も強かったから、うん、許せで、よかった。すごい、めっちゃバイブしてる、めっちゃロックバイブしてる。お疲れ様です。当たりました。1027回転目かな。それちゃんと連させないと、あの鉄が5000枚突破が侍になるからね。76,500円、これが上がるはずなんだよ俺の認識ではね。4で当たったっけ。4を超える、超えたね、超えた、超えた、超えた、いいね。じゃあやっぱり今のところエアバイブは右からなって。お久しぶり。なんとかしよう、頑張って。3万発ぐらい出そう、3万発出そう。これでいいでね。はい、さあ右はなんかカスタム入れてる、プレミアとか入れてない、何も入れてない。あのプレミアム減ったからエアブローだって。だから吹いた時に何出るかなっていう楽しみ方ができる。あ、なるほど、そうだね。結構ね、そこ当たりの時だったと思うけどな、吹くのは。ああ、ぶわってくるのは。
リーチの時はそんなにバカみたいな効かなかった。じゃあプレミア入れちゃうか、せっかくだからラッシュ。まあいいとは思うよ、絵面的に。お、いただきました。いいね。吹いてない、ドローボール吹いた、吹いた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 、ブロー、ブロー、ブローか。あーブオ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 ー、久しぶり。大変かなと思うんだけど、逆転となると2万発以上、2万発、ただ2万発であればマクリタで。おーいやおー、もうエア出てるよこれ。ってことは切れるのかな。えいわお、めっちゃずっと吹いてる、ずっと。あ、ずっと吹いてんだ。2000発ありがとうございます。消化の時のトランペットはないの。ない。あ、これあったな、昔初めて見た俺。 1×2×、はい、3×、はい、焼けて殺して日が暮れて。なるほどね。はい、おお、 なかったけど当たったわ。でしょ。おお、モンドバランス悪くないよ。なるほどね。吹いてばっかりだと俺も思ったけど違う、全然。なんかそれだとイマイチよね。あらあらあら、来たで。ただ入賞の時は吹いてないし、うん、ペットもないし。さあセンターはですね、これは。あーマジかー、ちょっと弱いなこれは。一回ずつ。いやいや、そこで復活すればいいじゃん。3戦突破で100、100、100だから。プレミアだ。プレミアだ。まず開けてみたいよ。まず開けよ。俺見てないんだよ、あいつの。なにこれ。まあまあ、で、まあしゃあないな。5分の4引いてるだけだから。まあまあまあ、しゃあないな。おっしゃ、危ねえ。よかった、持ち玉抜けすぐ。お疲れ様でした。お疲れ様でした。打つ用に用意してきた10万が飛んだので、緊急需要のお財布から緊急需要のお財布からに4万入ってた。で今11万消えたから、これで12万目。とんでもねえこと言ってんな。あ、元気投資マジか。イエーイ、元気投資ワールドにようこそ。19時56分の元気投資、うん、上げてこぜ。うーもうなんか変な感じになってきた。8万円オーバーター。 OK OK ではないけどな。当たるかもしれないし。当たるかもしれないね。そうだね。お、今いくら、8万3000円です。うん、あ、ってことは俺がもうこれで、うん、もうワンプッシュ、このプッシュで、うん、ゴール。5万発です。5万発おめでとうございます。やったぜやったぜ。5万発、実質万枚、実質万枚投資。やったね、終わったぜ。お疲れ様でした。いや、新記録だね。うん、新記録かもしれない。うん、まあ細かくはエンディングで。そうっすね、行きましょうか。はい、はい、お疲れ様でした。ほっとお疲れ。お疲れさまでした。本当にもう情熱食堂も閉まりました。閉まりましたですね。開店から何時間だったんだ今。開店からですね、10時間半だね。10時間半、激闘でございましたね。はい、全くもって。いや、はい、先にもう投資から行こうかな。投資、あの、私から行きます。お願いします。はい、はい、投資がですね、はい、8万3000円でございます。回収がゼロでございます。あー、ちょっと大変でしたね。いや、疲れちゃった。8万3000円ぶりちった。じゃあ私、はい、続きですね、11万7千ですね。ああ、回収が、はい、そうでございます。ということで2人合わせると20万ね、5万発スロットに換算すると万枚です。これ見てネガキャンにはなってないと思う。なんでかっていうと、うん、運だから。まあ、こればっかりはね、当たった当たらない、うん、そして、右取れた取れない、そうこればっかりはしょうがない。そうだから逆に俺ちょっと申し訳ないと思っちゃうね。うん、うん、いいところが見せられなかったっていうか、俺ラッシュ入れてないしね。そこなんだよね。そうなんですよ。あ、でも哲さんが出る前から激推し、はい、してる理由っていうのは、うん、僕はすごく分かりました。分かったでしょ。うん、分かった分かった。ただまあこの動画出てる頃には打ってる人が多いと思うから、まあ、一通りね、俺間違いなくこれは、あ、まあ
うちらみたいな犠牲者も生まれてるよ犠牲者、ね、生まれてるけど、トータルすると評価は絶対俺高いと思う。俺ここまで言い切ることはないから、うん、同感です。よかったらね、チャンネル登録を、ね、チャンネル登録、リベンジ戦あるかもしれないんで、やるかもしれないんでね、はい、もちろんチャンネル登録とエアバイブが出るかもボタンを押して次の動画に行ってください。最後まで視聴をご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。また頑張ります。次は頑張ります、うん、次の次も頑張ります、はい、さよなら。